現役フィナンシャルプランナーが実践する幸せを運ぶ不労所得のすすめ。この番組は現役フィナンシャルプランナー藤井が実際に最前線で培ってきたお金の知識やノウハウ、不労所得で幸せに生きるためにこれまでチャレンジしてきた数々の失敗談や成功談についてご紹介する番組です。それでは番組をどうぞ。おはようございます。ナビゲーターの椎の木です。おはようございます。ファイナンシャルプランナーの藤井です。藤井さん、前回までの3回続いた仮想通貨シリーズなんですけども、はい、反響いかがでしたか？それはともかく、はい、今日もいい声ですね。ありがとうございます。はい、はい、今日もハミングをしていただいて、そうですね、ハミング後の椎の木康晴なんで、はい、そうですね。はい、仮想通貨のお話もそうなんですけど、その反響もありまして、あ、はい、変な声になって、変な声の人がいますっていうのね。はい、変な声でおなじみのナビゲーターの椎の木なんで、はい、まあまあ冗談はあれですけど、はい、そうですね。まああの、足音の危険性のところって結構ね、はい、反響があったりとか、クリックとかもね結構入ってたじゃないですか。すごかったですね。ね、1000余裕で超えてたよね、あれね。あ、出ましたね。僕も見させてもらいましたけど。まあ篠木さんもねシェアしていただいてありがとうございます。いえ、ね。はい。でやっぱりその確かにねって言われることは多くて、うんうん、まあその取引所のね、はい、特に海外の取引所とかってね、やっぱほぼ海外ですからね。そうなんですよ ね。いや、あれ、これも藤井さんのお話聞いてから僕も気にするようになったんですけど、うん、そうやって見るとなんか全部危ないなっていう感じで見えてきますよね。まあ危ない、まあね、しっかり真面目やってるのもあるんだろうけど、うん、でもこうやっぱ馴染めないサイトとかで英語ね、難しいと思うんですよ。そうですね。うん、でもその辺はね、例えば60、70とかおじいちゃんおばあちゃんが、はい、例えばなんとかコインを買ってね、100万とか200万入れたところで、はい、とその手続きどうすんだみたいなところがあるわけですよ。うん、いや本当ですね。うん、なんで、まあ、その辺もまあ、あ、なるほどねって言われたし、あと僕の師匠もね、はい、はい、あのまあ我々の師匠ですけど、あ、はい、はい、共通の、そうです、そうですね。はい、もまあ本当そうだよねみたいな。あ、うん、だから ICO にお金を入れない方が一番お金が守られるって言いました。なるほどとかって言いながらね。いや、まあそんな感じですかね。やっぱりちょっと反響は僕の方にも届いてたんで。あ、そうですか。はい、どうでしょう。やっぱりあの皆さんの関心事は、うん、はい、まあ、旬ですから ね今ね。ですね。うん、じゃあ藤井さん、はい、まあ、それはいいんですけども、はいはいはい、このところちょっと仮想通貨に寄りすぎていて、はい、肝心の、はい、不労所得の方なんですけど、はい、まあ、仮想通貨も不労所得なんだけどね。そうですね。まあ、なるほど、はい、なんですけど、うん、まあ、ちょっとここいらでですね、うん、あのちょっとこう方向性を戻して、はいはい、今回のテーマが、不労所得と事業投資、はい、ということで、はい、まあ、ちょっと藤井さんがその今やっている不労投資、不労所得、はい、の噛み噛みやったな。ちょっと噛み噛みでした、はい、不労所得の作り方としてはいやってるものをちょっとご紹介いただきたいなと思うんですけど。なるほど、それは嫌です。却下されましたか。じゃあ今日っていうか、まあいろんなねこう制約があって、はい、こうその要は契約書を巻いてたりもしてるので、はははここの会社ですっていうのはその、うん、こういう場でね、あ、その契約上言えなかったりとかもあるんですよ。なるほど、守秘義務的なものですね。そう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 、はい、まあ、あったりするんで、はい、そのまあなんかウェビナーをね今度あのその不労所得を実際にね得るための、はい、なんかウェビナーとか、はい、そういうセミナー的なものをするときには、はい、まあ、あの許されるところはご紹介してもいいかなと思うんですけど、はい、それは楽しみですね。まあ僕がやってるのはほぼ事業投資と言われているものなので、はい、なるほど、うん、まあ、今回のそのテーマが事業投資ということなんですけど、はい、ちょっとその辺詳しくどういったものがあるのかっていうのを、はい、資産運用とかっていうとなんかどっか証券会社に行ってとか銀行に行ってお金を預けてどうのこうのみたいなのが、はい、要は金融機関にお金を入れていくっていうのが、はい、一般的によく言う投資ですよね、はい、で、まあ、危険性ももちろんあるんだけど事業投資っていうのは
その事業に対して投資することで、はい、その事業で得られた利益で、はい、要は例えばお金を、はい、ね、分配金をもらうとか、はい、なので例えばこう商売全部可能性としては上がってくるんですよ。なるほど、はい、で、例えばね、はい、どうだろう、なんか、まあ、レストランとか、ね、飲食店とかで、じゃあ平均粗利益が、はい、まあ、すごく普通のレストランに比べたら高い 50% とか、まあ、60% とかね、例えばそういうのがあったとしましょうよ、はいはい、でそのうちのじゃあ粗利から、ね、こう出資をしてくれた方に対してじゃあ 5% 渡していくとかっていうのが事業投資なわけですよ。なるほど、はい、なので、まあ、だからこそあんまり言えなかったりもするんだけど、はい、イメージ的にはな、あの要は粗利から払ってもらうっていうイメージ、うん、要はもう事業自体に、うん、あの出資をして投資をするっていうイメージですよね、はい、がもありますね。あ、はい、なるほど、はい、もちろんその金融機関にね投資信託みたいな感じでやるのももちろんあるんだけど、ただやっぱりそのこう、まあ、割と早く結果も出てほしいし、はい、やっぱこうね、リスクとリターンのバランスもあるんで、そうですね、うん、それはでもちょっと具体的に聞きたくなったんで、ぜひウェビナーの方も。そうですね、まあ、じゃあ例えばどうだろう、僕は、まあ、会社は言えないんですけど、はい、まあ、聞かれてる方でね、僕と馴染みがある方っていうのは、ああ、あれねみたいな話になるんですけど、うんうん、例えば輸出をしている会社さんで、はいはい、例えば今すごくこう好調で経済成長著しい東南アジア圏にメイドインジャパンの商品を、はい、要は輸出するんですよね、はいはいはい、でその輸出をの中で得られる利益を還元してもらうと、それがなんかこう毎月あの要は出資額に応じた金額が、はい、還付されるみたいな、そういうものがあったりしますから、はい、やっぱメイドインジャパンね製品ってすごくこうね、ちょっと前は爆買いとかって言って ありましたね、いっぱい来てましたね、来てましたね、どこ行ったんですかね、あの人たちね、本当ですね。はい、まあただね、まあそんぐらいその僕も転売をやってたりとかしてたので、はいはいはい、そのメイドインジャパンの製品がどれだけこう、はい、日本人が持ってる以上にあの信頼が厚いっていうのは知っていて、はい、うん、そこでやっぱりそこにね富裕層とかにリーチしてるような会社さんであればやっぱ利益率高いですからね、うん、はい、だからそう、まあ、化粧品の会社なんですけど、あ、なるほど、うん、化粧品とかだったらね、うん、7割8割あらり出ますから、うん、そのうち何パー払っても、うんうん、まあ、その出資した金額でね、例えばあの化粧品がいっぱい作れたりとか、うん、はい、東南アジアに進出できる原資になったりとかするならば、もちろんリスクはありますよ、その会社潰れたらパーなんで、うん、そうですね、はい、っていうのがあったりとかですかね。 あとはどうだろうな、例えば、最近まあすごく思うのが、はい、まあ、ちょっと一昔前ですけど、はい、人材派遣業ってあるじゃないですか。ありますね、ね、あれすごいお金、はい、今通信系とかめちゃお金動きますよね。もう今でもすごい動いてますね。今でも動いてます。新野さん、そっち系でしたもんね。そうですね、うん、僕も所属してましたし、うん、あの僕の知り合いもあの人材派遣の会社をやってたりするので、うんうんうん、よくそういった話はあの耳にします、ね、ありますよね、はい、で人材派遣の会社って人材派遣会社の社長さんって、はい、やっぱ人材が欲しいわけですよ。いや本当に、はい、でそこに対してインセンティブを乗せてくれたりするわけじゃないですか、はいはい、でもそれってもともと、はい、じゃ人材派遣先から人材派遣をすると、うん、じゃ例えば一人に対して、はい、まあ、うん、ちょっと分かんないけど例えばじゃ一人やってくれて、はい、こうそこで契約を上げてくれたら、はい、じゃあ1ヶ月50万払いますとかっていうのを中抜きしてやってるわけでしょ、はい、そうですね、でしょ、その通りです。ですよね、はい、じゃあ50万払いますと、はい、でもその働いてくれる人には25万しか払わなかったら間25万抜いてるじゃないですか、はい、うん、じゃあ誰かに紹介してくれたらうちは10万しか抜かないんで15万差し上げますっていうのは結構あるわけですよ。そうですね、うん、これも完全に事業投資ですよね。そうですね、うん、これすごい誰でも結構ね、うん、やりやすいと思いますよ、うんうん、確かに。そうそう、なんかちょっとプータローしてるね、うん、あのなんか息子さんとか娘さんがいるとかっていう話になったら、うん、あなたちょっと仕事しなさいよっつってね、あのお母さんがさこう間を抜くみたいなそうそうそう、アルバイトしなさいとかって言って人材派遣会社に紹介してお金をもらうとか、自分がお金をもらう、そうそうそう、でも結構やってません、そういうキャンペーンって。
だいぶやってますね。やってますよね。やってますやってます。うん、僕の周りでも、まあ、10万1人当たり紹介で10万とか20万とか、うん、多いと30万とか。だから人材派遣会社に人材を派遣するみたいな話なんで。いや本当にそうです。はい。いやそれもね本当にこう一番身近な例ですよね。うん、なんか、うん、あとはどうだろうな。例えばですね。まあ例えば有名なね、はい、蕎麦屋さんでこうでっち修行をしてて、はい、でもう先代からね。しっかり味も引き継いでのれん分けしてもらうっていうなった時に、そば、うん、の打ち方とかそば、うん、のやり方は分かっても経営のノウハウとかもっと言うとその独立開業の資金がないとかね、ないと、はい、とかそのあるんだけどそれを使っていいのかどうなのかっていうのもあったりするわけですよ、うん、なるほど。でそこにノウハウと資金力がある人たちが入っていって、はい、で、そこでねまあ、要は有名蕎麦屋さんでやった修行の下ねこうお弟子さんが出てでコツコツやっていってっていうね結構あるじゃないですかその話、はい、のれんを分けされて、うんうん、で最初にねあの店開店資金の例えば最初に1000万かかるとしたらその1000万を銀行から借りずに例えば出資をね、募ってでそこ の募った上で、はい、こうその蕎麦屋さんが儲かってできたらあらりから皆さんに分配金を払うっていう、まあ結構これなんかも多いわけですよ、うんうん、これもリスクはそば屋潰れたら終わりっていう、うん、はい、これ全部事業投資ですね。なるほど、うん、で何が僕が言いたいかっていうと、はい、その実は皆さん金融機関でねなんかいいのないかなとかっていうふうに結構発想しがちなんだけど、うん、そうですね、意外に身近にねこういう発想してみるとあのいろんなところで不労所得作れたりするんですよ。確かに。もう分かりやすいのがね本当に紹介料、うん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 、さっきの人材派遣会社に人材を派遣するっていう紹介料とか、はい、うん、あと不動産屋さんとかね、うん、不動産を探してる人例えばマンションだったらマンション紹介してあげるとか、うんうん、紹介料って完全に不労じゃないですか、うん、そうですね。まあ、厳密に言うと紹介するって手間があるんで不労じゃないのかもしれないけど、でもその労働はしてないわけでしょ。そうですね、うん、実際働くのは自分じゃないわけですからね。そうそうそう、うん、っていうとその相手がその出会ってる人が何を求めていて、はい、何に困っていて何に悩んでいるのかっていうのをこうまあアンテナを立てながら、うん、じゃあそれを問題解決できる人は誰かなって言ってそのねそのエキスパートみたいな人をあてがうときにじゃあ紹介料っていただけるんですかねとかっていうのを一言言うだけで全然できちゃうわけですよね。なるほど、うん、そう、確かに。だからまあ紹介した責任はもちろん紹介なんでね、はい、うん、つきまといますけど、うんうん、そういうか発想でね、うん、その事業利益の中から所得にできないかっていう発想だったりとか、はい、そういう視点をまず持つという、はい、なるほど、はい、ちょっと見方を変えるってことですね。そうそうそう、なんかお財布の数は多い方がいいわけじゃないですか、うん、確かに、うん、よくセミナーでも僕言いますけど、はい、椅子が立っていられるのって別に足が1本あるから立ってるわけじゃないですよね、うん、まあ、じゃあ椅子の真ん中に足が立ってたら足があったらね、はい、確かにグラグラしますけど、うん、立つことはできるんですよ、うん、でもこうサラリーマンさんって結構それなんじゃないのかなと思ってるんですね、うん、なるほど。足が4本あるからあれはしっかり立ってるわけですよ、うん、机にしても、うんうん、だから財布がの数が多ければ多いほどやっぱり安定するので、うん、うん、なんかそういう時代に入ってきてるような、ね、気がしていますので、ね、そういう視点を持つっていうのがなんか事業投資をしていく上では大事だし、強いては不労所得になるのかなということで、具体的な名前も明かさずに今日も終わりたいと思います。まあでもこれを聞かれた方は、はい、あの今までになかった新しい視点を持つことができたんじゃないかなと思うので、そうですね、はい、うん、まあ、新しい発想ですよね。まあね、言われたら当たり前なんですけどね。そうですね、うん、確かにそうなんですけど、まあなんかどっちかっていうとやっぱり金融とか、うん、まあ、今で言うとその仮想通貨とか、うん、まあ、ついついそっちの方にこう投資っていうようなイメージがあるんで、そうですね、言っちゃうかと思うんですけど、うん、確かに事業投資っていうのは、うん、まあ、面白いですしね。そうですね。それ自体も面白いですし、うん、まあ、自分が全く働かずに、うん、収益が上がるんだったら、そうですね。いいですよね。だからまあ、誰か、出会う人が何に困っていて、うん、どんなものを欲していて、うん、それを解決できる人は自分の周りにいないかっていう発想を持っていくと、なんか、その、紹介した方もね、それが本当に
そのいいものでこう問題解決してその紹介した紹介をする方にとってメリットになるんだれば、はい、いいわけだし、うん、その紹介をしてもらった方もなんていうかこう問題解決できるとありがとうもあるわけだし、そもそも紹介をね、あの要はさっきの不動産とかの例で言うと、はい、その不動産業者さんはその商品が売れたら売れた利益で払えるわけでしょ、うんうん、商売料、そうですね、ウィンウィンなわけですよね、うんうん、だから何もなんかこうその発想を持つか持たないかただそれだけっていう、うん、なるほど本当にそこのちょっとの差で全然変わってくるってことですね、うん、そうですね、まあまあその常になんかその辺を僕は考えてねやるようにしていたりしてます。なるほど、はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。あのウェビナーの方もちょっと藤井さん、うん、初めの方に言われてましたけど、あ、そうですね、はい、例えばなんか不労所得のなんか作り方とかファーストステップみたいな感じで、はい、なんかウェビナーとかできたらいいですね。そうですね、うん、ちょっと今回具体的な内容だったりはあんまりちょっと聞かせていただけなかったので、ちょっとねいろんな絡みがあるんですごいクローズドの中だったらもちろんお伝えできますんで、はい、それはちょっと楽しみですね。はい、はい、まあ、そこも含めてその時はじゃぜひねまたこちらの方にも PDF をよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、藤井さん今週もありがとうございました。はい、ありがとうございました。シーノキアサルの気になる話。はい、藤井さん、はい元気だね。はい、急に、はい、もう僕はこの時間から元気になってきますからね。やってまいりましたか、はい、僕のコーナーがやってきました。じゃあ今週のシーノキコーナーなんですけども、はい、はい、今日のコーナー、はい、ちょっと前回ですね、まあ、前回というか先週じゃないんですけども、うん、以前あの僕の、うんうんうん、僕自身のですね、うん、あの保険をちょっとあのコーディネートしてもらうというか、あーはーはーはー、なんかありましたね。ありましたよね、うん、あれですね、うん、まあ、僕自身も面白かったのと僕の周りでも、うんうんうん、あ同じようなですね、その同世代からすると、うん、あそういうのがあるんだと。あー、なるほどね、はい、まあ、条件に当てはまる人だけだと思うんですけども、うん、結構反響があったんですよ、うんうんうん、なので、うん、ちょっと別パターンで別パターンで、はい、またちょっとお願いします。シリーズ化しそうですよそれは。はい、はい、ぜひぜひ、はい、はい、じゃあちょっと今回はですね、うん、これ僕の周りに、うん、もう最近仲良くなってですね、うん、あのお友達がいるんですけども、はいはいはい、その子が、うん、まあ、同世代なんですけどももう子供がいらっしゃるですけど、うんうん、シングルで子育てをしているシングルマザーの方、シングルマザー、はい、おーがいらっしゃるんですよ。なんか新野木さんとの関係が知りたいです。いやー、それはお友達というお友達ね、はい、はい、単純なお友達フレンドね、フレンド、はい、はい、なんですけども、はい、このシングルマザーの場合って、うん、最近とってもね、多いですもんね、はい、いろんな選択ができるようになったっていうところとか、はいはい、あの支援をいろいろね、国の行政の方もしてくれるようになったっていうところもあると思うんですけど、シングルマザーの方も、まあ、昔と比べると増えたんじゃないかなと思うんですよね。じゃあそうなると、まあ、前回出してもらった僕のその試算というかですね、うん、コーディネートとは全く違うような保険内容になるんじゃないかなと思うので。あー、なるほど、はい、あ、お子さんはいらっしゃるんですか。じゃあお子さんをですね、その子は、2人、はい、なるほど、います。お母さん何歳ぐらいですか。お母さんはですね、28歳、8歳、はい、なるほど。お子さんは何歳ぐらい。お子さんは小学校2年生と、3歳、3歳か、はい、ちょっとそこ離れてるね、はい、もし分かるんだったら、はい、年収はどのくらい。年収はですね、聞くところによると160万。160万、160万、まあ、200万いかない。へえ、月15万もらっても年間180万なんで、まあ、15万ぐらいか。そうですね、ボーナスなくて、そのすごい大変ですね。大変なんですよ。預金はじゃあ、まあ、当然ないですね。ああ、じゃあなんか壮絶な離婚だったんじゃないか。想像がついちゃうんですけど。そうですね。その人のどういう保険に入った方がいいのかっていうイメージ。そうですね。あの、やっぱりお母さん一人なんで、もしそのお母さんに何かあった時に、もう子供たちが当然残されるわけじゃないですか。はいはいはい、病気をしても怪我をしても、はいはいはい、もうそれこそ命に関わるようなことが何かあっても、うんうん、じゃあやっぱり保険とか何か入っておいた方がいいのかな。
とはちょっと、なるほどね。ああ、ちょっと、まあ、いろんな見解分かれると思うんですよ、こういうのって。はい、だから、はいはい、まあ、僕はっていう。あ、そうですね、藤井さんの。僕はっていうのでね、はい、ちょっと聞いていただきたいんですけど、はい、そう、保険いる？あら、いらないですか？いや、まあ、必要か必要じゃないかって言われたら必要な人だと思いますよ。はい、ただ、その、年収がすごい低いかったっていうか、うんうん、まあ、うん、低いって言ったらちょっと失礼になっちゃうかもしれないけど、まあね、こう、この今社会で子供2人を育てていくのは多分低い方だと思うんですよ。そうですね。で、極論なんですけど、はい、預金のところがすごく引っかかるんですね、その方って。言うと、例えば1万とか2万払えないと思うんですよ、現実問題。そのご実家で暮らしてるんですか？一応実家にも行きつつ、あの、ちっちゃい家も借りてるみたいな。そこでは家賃かかってるわけでしょ。家賃かかってるみたいですね。だったらやっぱりね、それよりも預金が先なんじゃないかなと思っちゃうんですよね。現金を単純に作るっていう感じですかね。だってそうじゃない？だってなんかある確率って1万分の1だから万が一っていうわけでしょ。はい、万が一起きるかって言ったら起きるかもしれないけど起きない可能性があるわけじゃん。うんうん、で言ったら2万とかね、そういうので、はい、もしそこに払うんだったら2万貯金していく方が、やっぱり年収ぐらいはね欲しいよね。うん、なんかこう預金ね、とりあえずは。なるほど。まずはね。だからまあどうなんだろう、車乗るとかっていうんだったらね、はい、車のやつはもう絶対いるだろうし、どうだろうな、まあ、でもそんぐらいなんじゃないのかな。まあ、お家借りられてるんだったら火災保険。火災保険は極論どうかなって。それですか。と思いますね。だから、なんか、その自ら、はい、僕もこう、ね、毎月セミナーして、はい、特に女性のためのマネーセミナーやってるから、はい、すごい多いんですよ、確かに。うん、とか、もう離婚をしたいっていう人とか、離婚考えてるって相談も結構多くて、で、離婚が選べる人ってのもいるんですね。あ、なるほど。そう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 。本人の意思。意思。まあ、離婚自体はお互いの意思で本人の意思なんだけど、うん、はい、その離婚をしてもやって、あの、経済的にやっていけるっていう人たちがやっぱいるわけですよ。やっぱね、看護師さんとかもちょっと高い、非常に高いし、僕のお客様でも公務員さんとか、なんかインフラ系に勤めている人とか、そうっていう人たちはこうやっぱり自分が幸せと感じなくて、そのパートナーと一緒にわざわざ苦しんでまで搬送したくないっていう選択ができるわけですよ。そういう方だったらまた考え方はちょっと変わるんですけどね。うん、プランニングはね。なるほど。うん、じゃあ、例えばその場合はどういうのとか、どうだろう。まあもちろんその自動車乗るんだったらそういうのもいるし、はい、自動車保険もいるし、はい、お家買ってるんだったらその火災保険っていうのは、まあ買った時、買う時はね、もうほぼ強制的に多分入っちゃうんでいいんですけど、借りてる、家を借りてるケースっていうのは、そう、火災保険いるでしょうね。でまあ、例えばお子さんが小学校さっき3年生と3歳ということであれば、はいはい、まあね、こう所得が分かんないけど、ね、年収100万とか100万ぐらいあるんであれば、ね、はい、まあ、なんか男のサラリーマンとそんなに遜色ないわけですよ。だからまあそこで保険もかけれるだろうし、はい、でまあ、僕の傾向から言うとお客様でも、まあ、貯蓄をねに好むっていうのがあるんだけど、でも貯蓄も大事なんだけど、掛け捨ての大きい保証もやっぱり子供がね、小学校と3歳とかでしょ、じゃあ大学行くっていう話にもしなれば、はい、てかそういう人に限ってやっぱ大学に行かしたいんですよ。そこに対しては私がやれることはしてあげたいっていう思いが強い人が多いのね。その離婚を自らその選択できる人たちってのは、だからやっぱ学費分は必要かなと思うんだけど、まあ、掛け捨てで大きな一本入って自分のあと老後をどうするかってことを考えるから、例えば収支みたいなので、なんかその亡くなったら出るっていうのも、働いてる途中にね、まあ、女性だったら40代からさ
がんとかすごいリスク高まるから、そのがんになったらボーンと1000万出るとか500万ボーンと出るみたいなのをに入るんですよ、うん、だけどそれは終身で言って一生涯で保証があって、でそれは15年とか20年ぐらいで払い込みが終えれるようにしてたりとか、うん、まああとは、ね、年金をもらうまで例えば60歳までにこう払い込んでいって20年ぐらい、はい、うん、で払った分は将来的に返ってくるようなプランにしていく、はい、うん、で僕のお客さんで結構多いのはやっぱり看護師さんとか結構いらっしゃるんですけど、はい、そのシングルマザーの方ってもちろん掛け捨てで大きい保証ももちろんいるんだけど、将来のこともあるし、がん保険とかそういうの心配だしっていうと、なんかそういう掛け捨てで大きい死亡保険ボーンとね、2000万ぐらいで入って、でもう1000万ぐらいを終身の貯蓄みたいなのとして、で月3、まあ、年間30万とか40万ぐらいね払っていくんだけど、それが60とかになるとその払った以上に戻ってくるとか、でも働いてる期間なんかあったらやばいじゃん。そうですね、例えば女性だとガーンとかだったらね、そしたらガーンでボーンと1000万出るって言ったら、そう働いてる最中にっていうのがやっぱそういう人たちはこう怖いなって思われる、うん、結構そういうのあったりするんですよね。なるほど。貯蓄しながらも保険がついてるみたいなのもあるし、結構そういう好まれるかな、そんな感じかな。ただあの今持ってる預金額の額にもよってよるんですよ、はい、例えば1000万以上持っていらっしゃる40代とか50代の方ももちろんねいらっしゃれば、掛け捨ての保険いるかみたいな話でもよくなるんですよ、はい、そこで年間3万4万払ったら10年間でね、例えば3万円払ったら年間で3万年間3万円払ってたら10年で30万じゃん、はい、うん、30年で90万じゃん、90万医療費使うみたいな、そうそう、はい、っていうことを、まあ、一緒に考えながら預金とのバランスも見ながらアドバイスはするようにしてますけどね。うん、なるほど。じゃあちょっと預金額とか、うん、そのちょっと状況それぞれ の, そのシングルマザーの方であっても、うん、それぞれの状況に合わせて、うん、なっちゃう。まあそりゃそうだよね。ちょっと僕のその友達の場合は、うん、貯金をしようと。なるほど。まずは貯金から、はい、まずは貯金から、はい、最低限のそういう車のあった車保険とかもちろんいるけど、まあ、それでね、怪我とか病気したとかなんかあっても、あの母子なんでね、はい、ある程度なんかこう、そう行政のお助け制度みたいなのあるんですよ、うん、実際のところは。なるほど。まあ、まずそこをちょっと調べてみると、しっかりと理解しておくっていうのが大事かもしれない、ね。そうですね。はい。なんか、ライフプラン相談的な感じだったんですけど、うん、僕はその子と、しんのきさんの関係が一番今日は気になってます。はい、じゃあそこは置いときまして。お後がよろしいようで。はい、はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ためになりました。はい。本日の番組はいかがでしたか？番組ではフィナンシャルプランナー藤井に聞いてみたいことや質問を募集しています。方法はスマートフォンで FP 藤井とインターネット検索をしていただき、 FP 藤井の稼ぐ、増やす、守るブログにアクセスいただき、その記事内にある LINE で友達追加をクリックすると、LINE にてご質問していただくことができます。今なら藤井が実際に有料で販売していた新規キャッシュポイント構築セミナーの動画を漏れなくプレゼントさせていただきます。またフィナンシャルプランナー藤井が不定期で配信している新規不労所得情報メルマガも無料で購読していただけます。どうぞ合わせて読んでみてください。こちらの感想もお待ちしております。それでは次回の番組もどうぞお楽しみに。